県内の子どもたちが自然や野鳥をテーマに描いたポスターコンクールの入賞作品が今日から佐賀市で展示されています。佐賀県愛鳥週間ポスターコンクールは県内の子どもたちにポスターの制作を通して自然や野鳥などを愛する心を育んでもらおうと毎年5月の愛鳥週間に合わせて県が開いています。今年は小学生から高校生まで合わせておよそ300点の応募があり、このうち入賞した作品18点が今日から県庁1階の県民ホールで展示されています。小学校の部で知事賞に選ばれた鳥栖市の弥生ヶ丘小学校6年生中村律樹さんの作品です。描いたのはキビタキという渡り鳥で、歯ブラシを使って水に映った鳥の毛並みを細かく表現したということです。作品はあさっての午前10時まで展示されています。